ナチャンネルの YouTube をご覧の皆様、おはようございます。でしょうこりの時間でございますよということでございまして、この番組は、私が、そして編集のアローズスクリーンさんが、そしてカメラマンのポンちゃんが共に力を合わせてニコナチャンネルの YouTube を盛り上げるべくいい動画作っていこうぜってことなんですけど、一向に上がらないおはようございます。はい、そうですね、おはようございます。はい、今日こそは見せ場作りましょうよ兄さん。今日こそはって俺毎回言ってんだよなもういい加減に、もう狼少年の気分ですよ。そうですね、どんどんどん狼来たぞっつって、初めみんなどうしたの狼来たのっつってドア開けてくれてたみんなが、はい、しまいにはドア開けてくれなくなるっていうね。そうですね、僕は本当に狼に食い殺されるっていう。またかお前っていう感じになりますよね。まあでも言うてもさ、はい、言い続けるしかないし、やり続けるしかないじゃないですか。その通りです。で結果それが今日であればいいわけですよね。そうね。じゃあそのつもりでいきますよ。お、今日は何を打ちますか。じゃあどうしましょうか。いいじゃないですか、もう爆発力にかけてなんかゴッドシリーズいきましょう。まあね、そう来ると思いましたよ。お、先々月にハーデスポンポンって触ってむっちゃくちゃやられたなので、はい、もし挑むんであれば、はい、凱旋。じゃあもう凱旋でいきましょう。凱旋で。そんな決め方でいいの。もう門くぐりましょう、さっさと凱旋門くぐりましょう。もう SGG ポンとぶち込んで、 EX ポンとぶち込んで、あの20個くらい上乗せしましょう。いや、言うことは簡単よまあまあまあ、まあ、そういうところで言うと最近あんまり打ってないのでですね、凱旋に関して言えば、はい、オメガって言われるかもしれないですけど、はい、ちょっとワクワクしてるじゃあもう今日はそのワクワクを信じましょう。わかりました、はい、凱旋ね。凱旋です。で、まあそれで言ったらさ、もう見せ場なる動画なんかもういっぱいあるし、はい、最近だとあの、はい、バッチさんがですね、あのハレルヤですね、ゴッドステージ中のフリーズで、はい、っていうのも僕は見ましたよ。イメージはできてる。イメージはできてる。人の実践動画を見て、はい、イメージはできてる。俺もできるで。できたらいいなと思った、はいはい、ということで、じゃあそれで、はい、そのプランでいきます。そのプランでいきましょう、はい、なんとかそのプラン実行できるように頑張ります。どうなっても知らんすよ、ほんと。あ、でも仮にこれスエだったとしても、いや、それはよろしくないな。ダメですよね。あ、全然実か、あれ729ゲームのあたり全然実だった。全然実いやー、なんとかせんと。3回目中断リプレイしか引いてないよ、はい、あ、なんだ、ドキドキしちゃったいや今のと当たったらちょっと今日兄さん大丈夫ですかって帰りちょっと事故気をつけた方がいいっすよっていうレベルっすよ。初当たり取るだけで事故っていやそんな32ゲームとかで来たらびっくりしますよねあれ、俺今日帰り、むしろ自分の身の危険を感じます。おお！いや、なんかねえ、おかしいなと思ってたんです。ポンちゃん、はい、62ゲームもあればね、はい、初当たりぐらい取りますから。どうしたんすか今日。帰り気をつけてください。本当にやべえっすよ。ちょっと事故が心配になるレベルですよし、こんな何で当たったんだ。
斜め木なの？斜め木なんじゃないですか。それ以外引いてないですよね。さあ、あとこれで当たってウェイじゃなくてですよ、はい、やっぱりね、畳みかけるならこことばかりに、はい、やらなきゃいけないことがたくさんある。一番下、おや、おお、え、何引いてんすか、マジで。天国で当たったかな、なんか出目良かったじゃないですか、7が出てたりとかしてて、だからもうもう7とか止まってましたもんね。天国で当たって、はい、ループ取った可能性は。え、今日本当にポンちゃん、はい、本当に兄さんですか。ポンちゃん本当に兄さんですか。強いて言うならまだ3回目じゃんか、はい、3回目3回目3回目今までが、はい、調子が悪い僕で、はい、これが本当の僕ってことは考えないの。前回前々回見てたらちょっと思えないいやでも3回目だからまださ。3回目ですかね、ポンちゃんと僕はさ、はいはいはい、確率で言うと 33% ですよね。でしょ、はい、いや今日すごい、ちょっと兄さんを信じますよ今日は。すごい楽しいですよ後ろ撮ってて。よっしゃ、すげえことやってやろうじゃないか。おえなんだろう、ちょっと第一ステージだけいきますよ、はい、ああフェイクっぽくない、ほら、あビッびっくりした、もう。いや、あのさ、揃わないで安心するのやめてもらっていい。そういう、あのさ、趣旨が違うんだよ。僕らしいとか僕らしくないじゃなくて、すいませんすいません、もうね、感覚マジしてなんか、揃わなくて、あ、いつもの僕だみたいな安心の仕方やめてもらっていい。すいませんでした。違うからそれ、今のはあーって、あー残念があると思った、残念がらなきゃいけないのに揃わなくて、あ、やっぱりいつものだねっていう安心の仕方は良くないよ本当に。逆に言うとよく3回目でそこにたどり着きましたね。すごいよコンちゃん。いや、これは今日はもっと見れるでしょう、今日の兄さんなら。それで言うとこれが2セットで終わってしまったら、はい、なんかダメな気がする。そうですね、この GG 中にゴッドないし赤7、まあ欲しいですね、頼ます。さあここから、何もできなかった、悔しい。2セット644枚、まあ、ある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 、ループ取ってますよこれ。箱ですよ、早くないですか、どうしたんですか本当に。9時47分箱。やべえ、いや今日はすごい美味しいお昼ご飯が食べれるね、さっき朝ごはん食べたばっかだけど。ごちそうさまでーす。こういう風に言って浮かれてるとこのセットで終わるから、はい、ここはちょっと気を引き締めましょう、ここできちんと乗せましょう。さあ3セットが終わります、8、7、9、ここまでかな、信じましょう、まだいると。さっきはほら鏡が、まあ、出てきた、うん、今回出ないですね。ここまでですね多分、はい、はい、では3連で終わったと。まあまあでも朝一から800枚ですよ。いやこれは本当でかい、でかいっすよ。前回前々回と昼休みに ATM 行ってましたからね。で
でも前回はさ、ラッシュすぐ取ったんだよ。ラッシュその後続かなかったんですよね。そうですね、今日はいけるなって言って全然いけなかったもんな。斜めキナナ引いたじゃない。はい、それですね。12ゲームでしょ。あ、12ゲームある。八つ当たり時の斜めキナナだとすると 18.75% は12ゲームが選択されます。なるほど。だからまあルートがあったっていうより、え、だってそれはそれでさ、いい台じゃない。それはそれで相当いい台ですよ。朝一から千枚ですって兄さん。いやかつてこんなスタートがあっただろうか。あのホッパーエラーでどうやるのやめてもらって。さすがにもういないですかね。まあいないっていうか、あれが初当たりだとすればですよ。ループだったらわからないけど、あの初当たりだとすると、今日フェイクをよく引く、引きますね。はい、枚数引き継ぎで1163。はい、あ、テンパイしてない。テンパイしてない。あれ、ループか。ループじゃないですか。ってことはさっきの斜めキナナではなくて、なくてループだったってこと。ずっとループってことですよ。はいはい、朝一から5連です。もっと1回と一緒っすよ。いや、たまらんなこれ。5セット目がもうすぐ終わります。いい出だますね。いや、このリードはでかい。でかいっすよ。はい、ということで1446でございます。もうこうなってくると分かんないんだよな。分かんないけどもさすがにみたいな、なんかちょっと一向に数字が揃う気配が。までですかね、さすがに。さすがに。ただこれメダル全部使って多分600ゲームぐらいじゃないですか。1500枚使って600ゲーム。まあそんなもんですね。で、あと？あと900です。あと。3、4マス。ダメだこれ、天井行ってる場合じゃないな。ダメだ、460ゲームから天井の話しちゃダメっすよ兄さん。作らなきゃダメよね。はい。あー違う。あ、これ、うん、チャンスで行ったからこれ当選してんじゃないかな、リクさんで。ぽいですね。うん、でこれで安心せず、はい、7.3 分の1を畳みかけます。よろしくお願いします。はい。ああもう。おい、はい、来た来た。3回目のリプさんで10トップでございます。見せますよ、見せます。おい、おい、見せ場、見せ場。何が見たい。やっぱ SSS です。任せてください。
これはしょうがない、これはしょうがない。7グループ引っ張るな、やたらと。おお、来た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 、リーチ目出しといて、これでまだ終わんないから、からのあー違う、まず鏡だよね、はい、ナイス。あーでも V だ、ポンポンっていきますよ、はい、はい、オーケー、4つやった、4つ4つ、よっしゃこらもらったぜ。やっぱり今日は別人っすよそこでスルーするのが兄さんだと思うんですよ。よしよし、リーチ目出してからの V とかおしゃれだよね。相当美味しいっすよ。いやー今のはちょっとエロか、エロかったわ、エロかった、あの G ストップ。ナイスですよ兄さん。よしよし、一発やったぜ、素晴らしい。もう一丁、あー残念。兄さん、一日に2回も1000枚っていう数字見れると思わなかったです次青七チャンス、リップさんの抽選いけましょう。リップさん、リップさん、まあ、一応抜けた後に、はい、即あの G ストップ直りが来てほしいですね、うん、一応リップさんも抽選受けたじゃない、はいはいはい、あそこでもう一回復活なんてうまい話ないかな。相当美味しいですね、そうなると、まあ、当たってたらす、そしたらリップさんの当選2回目にもなるし、はい、もうちょっと続けてみるかっていうことにもなるから、いないいないG ストップいないはい、あほぼほぼ3枚、まあここはちょっときついな、さすがに。いたら笑いましょう。いやいやいや、で身に覚えがないもん。 G ストップで当たっただけ、あと気になれんでしょ、はい、まあまあまあ、まあまあ、さあここですよ。あ、ないね、煽りがすぐ出てくるでしょ、うん、まあそうね、まあでも1500枚のでっかい波が2つも来ましたもんね、まあ、1500枚飲ませての1500枚だから、多分手元には1600、700ぐらいだと思います、多分。兄さん逆に、うん、いつも台をやめる時の判断基準って何ですか、うん、むっちゃ勝ち逃げするか、はい、めっこめこにやられるかですね。あー、なるほど、基本的には追うって感じなんです、うん、うん、まあ、あんまうまくないんで僕感情っすね。なるほど、こうやめ時っていまいち分かんないっすよ、ね、いや別にいつでもいいと思うんすよ、はい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 、それが間違わないようにするのが設定推測じゃないですか。確かに、今はいろんなサイトでここまで打った方がいいよとか情報が、まあまあまあありますね、多いですけど、こっち打つよ、隣行ってみますかなんかまずい気がすんなこれカニ歩きです右から順に、いや別に苦しまされてはないけど、かといってじゃあこれに腰据えるっていうのもちょっとなんかピンとこないんで、いや今日の兄さんのひらめきは僕全面的に信用しますひらめきでスロット打つってまあまあやべえっす、まあ、結局全部まあまあやべえやつじゃないですかでも凱旋っていうのを打つ時点でもうこういう風に
になっちゃうような、ちょっと移動しようじゃん。はい、一個横ずれました。はい、この台の動き危なくないですか？これがあの兄さんの、いや何の根拠もないのに何外線渡り歩いてんのマジで。いや死んじゃうよこんなんやってたら。不合の打ち方です。いやマジで出玉リードあるからやるけどさ、普通に考えたらあいつ相当やべえなってなる。やべえってなるよ。しかもなんかうまいのように出玉増やしてるからなんかうめえんじゃねえみたいな。外線は仮で歩く。で兄さんなんでこの台映ったんすか？え、この台に映った理由は何なんですか？いや別にゴッドでまだやり残したことがあるじゃないですか。ありますね。じゃあ、はい、どの台でやりますかって話で、はい、まあ、僕の感覚だと、はい、そのリプさん1回で粘るにはちょっと値しないというか、はい、もう罠でしかないんで基本。なるほどなるほど。ここでまたアドに変な動きしてつってコメントが2行動だったら流れてくる。いや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 、ここでまた凱旋隣のみたいな。でここで確定薬引いたらみんな手を引いてぐる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 つって待ってくれます。まあね、大道には意味があったってね。さすがさすが兄貴っつって意味なんかないんですけど。おっと、いや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 、あ、取れてんじゃないですか。6で199だって。100分の1分も違うんですよ。絶対このダーじゃないから。